はい、ということでどうも、そうせつでございます。ポケットモンスターランクマッチやっていきたいと思うんですが、これいいね、ドータくんが、耐熱かどうかがわかる裏技を教えましょう。と、その前に、ダッチグマ相手だと怖いなぁ。やら、ガチグマ。格闘タイプ2匹。格闘タイプじゃないのか、あれは。ただ、格闘技持ってるような2匹が出てこないことはないと思うので。で、ドータくんがなぁ、何をどう振ってるかなんだけど、悪タイプ多分エスパー入ってるから、出てこないと思うんだよな、ドータくんとシャンデラは。なので、ギャラカモレルノクタス、あとは、電気技が鬱陶しいので、大剣気でいきましょう。さあ、よ、シーダさん対戦よろしくお願いします。アクタイプが入るとさ、急に弱点増えるのなんだ。ヘツの甲斐な、闇ラミから圧倒的出し勝ち。クォークチャージで A が上がる。へえ、A が上がるんだ。A が上がった鉄の回な、後ろに下げたかないよな。わかるぜ、その気持ち。鬼火がぶっ刺さっていく。太鼓叩かれたらめんどくさいけど、もうアンコールで詰めればいいでしょう。ワイボー。はい、硬い。いやー、何かしたのかね、チミー。チミー。さあ、ここ出していた技、これ多分悲しみ通んない気すんな。通ったー。ワイルドボルトが使えない。ヘイヘイヘイ、ウォウウォウウォウ。ワイルドボルトが使えないね。君に何の打点があるのかね、おじさんに見せてくれよ。パラ太鼓でも打っちゃうか。鉄の階段引っ込める。シャンデラー、君じゃダメなんだよ、君じゃ。畑落ちで弾が落ちる。さあ、シャンデラ出てきたんで、ここ一旦鉄のカイナにバックしましょう。鉄のカイナじゃない。一緒に大剣気にバックします。なんで、鉄のカイナだった今。わかんないけど、オーバーヒート。あ、食らいすぎなのでは。ここね、何が出てきても、とりあえず不意打ちでいいと思うんだよな。不意打ち、通っていく。シャンデラ突破。数的有利は作れて、かつ、闇闇で鉄のカイナははめれるっていうことが分かったし、相手もクォークチャージをね、使ってしまったので、さあ、ラスト一匹後ろから、ギャランドゥ。ギャランドゥが出てくるということは、危険知恵並みでいいでしょう。テラスタル。何になってくるんだろうな、テラスタル。水だと嬉しいけど、飛行だとちょっと辛い。飛行かー。特殊型ってことはないと思うな、正直。危険知恵並み。まあまあまあ、A1 段階下がってるの割には、そこそこ入った方なんじゃないでしょうか。テラバースト。いや、どっちかわかんねえ。どっちかわかんねえけど。まあ、ギャラドスのテラバースト、じゃあテラスタルが見えさえすれば。ここ一旦金縛り打ちますか。金縛り。
テラバーストが打てない、テラバーストが打てない、テラバーストが打てない。え、この闇ラビバチ強くない？で、ここ鬼ビューっていきましょう。やらず引っ込める。まあ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 。まあ、その鉄の階段に何ができるんですかっていう話だけどね。まあ、ひびしでダメージを受けて、鬼火が外れる。まあまあまあ、これはね、相手はすでに火傷っていうので問題なしと。で、相手にワイルドボルト以外のウェポンがあるのかどうかなんだけど、ここはとりあえず畑落とすしましょう。畑落とす。おい、つかねえ！レンチ。ああ、レンチその分、そんだけしか入んないんだ。うんうん。レンチそんだけしか入んないね。ほぼ、受け切れてるんで、ここアンコール打ちますか。あ、じゃあ、もう一回お願いしていいっすか？レンチ。きついだろうな、相手これ。マジで害悪型なんだよな、この闇ラミ。さあ、相手、交代してくるでしょう。してこなくてもなんだよな。ここ一応、畑にしときましょうか。鬼ビューってもいいんだけど、痛い。畑落とす。これ、アンコールに金縛りが乗るかどうか見てみていいですか？ここ、アンコールがあと一旦、金縛りを打ってみましょう。金縛り、あ、入るんだ。どうなるんだろう。封じ込めた。打てない。え、一旦アドもらえるんですけど。マジ？これ。え、詰んでんじゃん。だってもう鉄の階段。やけどダメ稼がせてもらおう。アンコール打ちます。え、アンコール打ちます。レンチが打てません。え、あ、え、広くないこれ。レントパチ出せません。回復します。あれ？罪ぽよぽ。あ、燃えます。あ、ダメージが入ります。で、話し終わりがあと2ターン。アンコールもあと2ターン。じゃ、畑落としましょう。出すことができない。悪あがき。あ、死んじゃった。あら。どうしましょう。やれちった。ラミラミ一匹で詰まされるポケモン詰まされるな。これ。ギャラドス。威嚇で A が下がれど、そんなに関係はない。さあ、どうしようかな。いや、心が折れない。相手が偉いと思う。俺だったら折れちゃうな。鬼ビューって。テラバースト。ちょっとダメージ見ようか。特殊型か否か。うわぁ、微妙。特殊型っぽいけどな。特殊型っぽいけど。ここ、金縛り打ちます。後ろにね、ノクタスがいるんで、金縛りを打っといて、テラバーストは打てない状態にしつつ、ここ、アンコールだな。だって、普通に。だって、もうこれ、アンコール打つしかないじゃん。アイコーさんが選びました。対戦ありがとうございました。